皆さん、こんにちは。メディカルリデューズ合同会社の荒牧と申します。本日の業務お疲れ様です。さあ、本日のテーマなのですが、看護記録を効率よく書くポイントについてお話しさせていただきます。この看護記録をですね、後回しにして残業になってしまう看護師さん、特に多いと思いますし、また新人看護師さんですね、看護記録をどのように書いて、生産性を上げることができるかということについて本日お話しさせていただきます。中にはちょっとこういう方もいると思います。看護記録を書かなくちゃダメだということで、今日も残業だって言って落ち込んでる看護師さん中にいると思いますので、もしよければ最後までご覧ください。で、私は主に病院のゴミ問題について活動しております。こちらの感染性医療廃棄物処理装置を主に販売しており、2年でですね、6000万以上のコスト削減にもつながりました。また、こちら炭素税対策といたしまして、年間300万以上持っているだけでコスト削減にもなりますので、もしよければご検討の方よろしくお願いいたします。で、一般の看護師さんであればですね、看護師長さんや院長先生にですね、こういうものがあるよってお伝えしていただければ幸いです。で、私の方でですね、無料プレゼントをゲットといたしまして、電子書籍2冊の無料レポート1冊、こちらプレゼントの方も行っております。まあ、看護学生や新人看護師さんであればですね、こちら必ずゲットの方よろしくお願いいたします。また LINE アットの方ではですね、どちらかというと転職に向けての情報発信ですので、看護師さんのこの転職サイトの電子書籍1冊と、また面接対策としての無料レポート1冊、こちらもプレゼントの方を行っておりますので、もしよければご登録の方よろしくお願いいたします。で、まずはじめにですね、看護記録は時間がかかるっていうことで、こちらもう眠たくて、こう、カタ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 打ってる看護師さん、新人看護師さんいると思うんですけど、これはですね、複数の業務を壊すにはですね、同時進行をしたり、優先順位をつけて仕事をしなくてはいけません。これはですね、まあ、どの職業の方も全て当てはまることになるんですけど、同時進行をしたり、優先順位をつけたり、これはですね、やはり経験がないとやっていけない部分もありますし、新人看護師さんでいきなりもう同時進行したり、優先順位を自分でつけたりなんてすることってなかなかできないと思います。それはですね、いろいろ経験してですね、どうやって短縮してできるかって考えながらやっていくとですね、自分と自然としてやっていきますので、新人看護師さんは今できなくても全く気にすることはありません。次にですね、それでですね、結局業務が忙しくて、どうしても後回しにしてしまう。看護記録っていうのはどうしてもですね、後回しにしてしまってですね、業務終了後、結局、時間通りに終わらなくて残業になってしまう。そうやってですね、まあ、今、看護記録がうまく書けないとか、まあ、長年看護師やっててもうまく書けない方、そういう方も中にはいると思うんですけど、やはりですね、今、新人看護師さんで同時進行とか優先順位つけるのはですね、さすがに難しいので、それはですね、徐々に徐々に覚えていくようにしてください。で、次にですね、じゃあ、看護記録を効率よく書くためには、何を使って記録を書くっていうことで、これはですね、隙間時間を使ってですね、記録を書くことにしてください。やはりですね、これ後回しにするとですね、何があったかやはり忘れてしまう場合がありますよね。思い出すことってなかなかできません。あれなんだっけっていう感じでですね、こんな感じで、ああ、忘れてた。特にですね、看護師さんは命を預かる職業ですので、忘れてたとか、そういうわけにはさすがにいきませんし、難しい部分かもしれませんが、こうやってですね、隙間時間にですね、記録を書いてですね、何があったかすぐ思い出せるように、メモを取るようにしてください。で、業務時間の隙間時間っていうのは5分から10分の間、そういう間は中にあると思いますので、そういう間にメモを取るようにしてみてください。
で、少しずつですね、こうやってこまめに行うことによって、効率の良い中身のある看護記録っていうのを書けますので、そのようにですね、時間をうまく有効利用するようにしてですね、行うようにしてみてください。で、バイタルサインの測定、皆さん必ずどの病院さんもやると思うんですけど、そのバイタルサインの測定の場合に、何に直接入力するっていうことなんですけど、これはですね、電子カルテには直接入力するようにしてください。で、これはですね、やはりメモを取ってその後入力するっていうのはですね、とても非効率になります。そうですね、電子カルテに直接入力しといた方がですね、メモを取った後また打ち込むっていうのはもうものすごく非効率になってしまいますので、あまり良くありません。ですのでですね、電子カルテを持ってですね、バイタルサインを打つようにしてください。こうやってですね、電子カルテを持っていくことで直接入力することによってですね、二度手間っていうのはなくなりますので、このように電子カルテを持って直接入力して行うようにした方が早いです。で、次にですね、どういうことを行っていけばいいかというとですね、定型文やよく使う単語をですね、登録しておくっていうことです。で、これ電子カルテにはですね、利用者単語登録っていうのがあります。こうやってですね、すぐ使えるように単語を記録したり、定型文を記録したりする部分がありますので、それをですね、すぐ自分で使えるように登録するようにしてみてください。またですね、観察項目と記録内容っていうのは、あらかじめですね、決めておいてですね、こうやって定型文と単語をですね、登録しておいてすぐ使えるようにしてみてください。また、これを行うことによってですね、わずかな時間で必要な項目のみ記入することができればですね、効率よく作業を進めることができますので、皆さんもですね、電子カルテいろいろ考えながらですね、行うようにしてみてください。で、次にですね、電子カルテを使いやすいようにどうするかっていうことなんですけど、カスタマイズするですね、先ほども言いましたが、電子カルテでは定型文とか単語、こちらも登録することもできますので、それのようにですね、それも登録していただいてですね、自分が使いやすいようにカスタマイズすることができます。で、どういうものがあるかというとですね、よく使う項目をブックマークしたりですね、またバイタルサインと検査データを一覧にするとか、そういうことも中にはできますので、いろいろ電子カルテあると思うんですけど、いろいろですね、自分で創意工夫してですね、行うようにしてみてください。自分で使いやすくすることによってですね、かつさないですることによって、看護記録の短縮にもつながりますので、自分で考えてですね、オリジナリティを作るようにしてみてください。ただ先輩に聞いて言われたことをやるだけではなくですね、自分で考えてやるってことに価値がありますので、そうやって自分で考えて行動していかないと、自分の成長にもつながりませんので、必ずですね、自分で使いやすくカスタマイズするってことを行うようにしてみてください。じゃあ最後にですね、まとめなんですが、まず1番目は隙間時間でこまめに記録を書く。で、2番目は電子カルテを持ってバイタルサイン測定に行く。3番目が定型文を登録しておく。また単語とかですね、登録しておく。で、4番目に電子カルテをカスタマイズして自分なりに使いやすくするっていうことを行っていただければですね、看護記録の短縮にもなりますので、皆さんオリジナリティでいろいろ考えてみて行うようにしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。で、私の YouTube チャンネルではですね、看護師さんの悩み、また転職についての情報発信をしておりますので、もしよければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。また Twitter の方ではですね、基本的な看護技術のポイントとか、看護師さんあるあるなど配信しておりますので、こちらの方もフォローの方よろしくお願いいたします。本日は以上です。